はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。アクトレイザルネッサンスアイトス編続きをやっていきます。とりあえず降り立ちましょう。例によってアイトス文明レベルは2、風車小屋がちょっと豪華になってんね。狼を魔物に負わされた傷により私はもう長くはないでしょ。いや、そこまでして神殿に来なくていいよ。寝てろよ。ミラグナの祈祷は確かに私の痛みを和らげてくれた。彼女にお咎めないよ。祈祷を受けた時のこと。ミラグナの祈祷ともに私の中にとても不思議なイメージが流れ込んできた。ミラグナについて。今我々とあるのはミラグナの魂だけ。肉体はここから遠く離れたどこかに長きにわたって囚われ続けている。そしてなんじゃ。うう、しっかりして。バカ者は神に祈るために寿命を削る者がどこにいる。そうだな、しっかり養生してくれ。マジで。肉体が囚われている。魔物か。ちょっと待ってね、今の状況は。レベルを上げよう。神殿レベル60だから足りねえ。ギリギリ資材か。もう一個欲しい。この骸骨耐久力があるからな。もう一個くらい資材出てくるまでそんなかかんないっしょ。よし、じゃあこれで砦を強化して全部レベル2。最後の攻撃が激しかったかな、前回。行こう。体と魂。砦の完全破壊ってレベル402だよ。ミラグナのちょっとあれが見たいよね、ステータスが。防衛策はまあ一応作るだけは作っておこう。よし、とりあえずこれでいいや。どっちから来てる、まあ、早めに魔法打って召喚できるようにしておくのも手だけどね。地形が狭いってことはあまり畑の数とかもないから、マジックパワー回復剤をなかなか置いてってくんないんだよね。よし、そろそろ。あとこいつは雷に弱いからレベル2。なんとかなんとかしてくれ。砦を。よし、 OK。 半分くらい減ったか。で、召喚ができる。ここは例によってダニエラちゃん、こっちに召喚しよう。とりあえずで回復させる。あ、いつの間にか来てるではないか。一回回復しとこう。で、広範囲でどこまで行ける。よし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 。で、こいつらがちょっと厄介だな。何に弱い？これか、アスペックか。一回撃っとこう。もう一体召喚できるようになっては起きたい。上からも来てる。いけんな。どうする？とりあえずアロンドだな。扉の砦の向こうに配置しとこう。銃で向こうから撃てるっしょ。回復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 で一回撃つ。ケチってもなるべく。で、こいつらが弱いのは風か。柵の耐久力が結構なくなってるけど、これが最後か。
最後が意外に強いからね。雷の広範囲でちょっと一回やっとこう。っていうかアロンゾが多分今余裕あるからこっちに移動させる。やばい、死んで体大丈夫だ、アロンゾ行け。ダニエラちゃんも余裕があるな。死んでの防衛を任せよう。でここなんとか最初のエリアぐらい。いけ、さすがダニエラ。耐久度がやばい。10だから1回これが打てんのか。ダニエラもこっちに派遣しよう。倒したか。まあまあまあ今回は割と余裕があったね。ミラグナによって退けられた。病床の民を見舞っとった。何も言わず静かに彼の無事を願ってくれた。なかなかいいやつじゃないか、ミラグナ。イグラナなんか名前間違えてたな。伝えたいことがありますと。料理人果実っていうかさ、霊峰までどうやって行くの。食への探求心。霊峰ガガゼと山への行き方がわかんねえんだけど。次の魔物の巣、霊峰の頂き、守り手。ミグラナ様ありがとうございます。火の山、え、どっち、左のこのごっついやつの方いけるね。俺はね、山に行きたいの、山に。愛と魔物の巣。てか俺が動き始める前にあのゴブリン動いてたの。まあ、まずはやっぱり 20%20% くらいにはしておきたいからね。これただのオブジェクトだな、マジで。時間制限もあるからね、そんなに悠長にもしてられない。魔法入場にしたいとりあえず。またもうちょいかかるか。あいや、この高さだったら正直攻撃でもいい気がする。そんなことない。ここからしゃがんで魔法とか打てる。しゃがむの意味ねえわ。高さが変わらん。発言機に関してはマジでファイヤーが強い。ほぼほぼファイヤーしか使ってない。これで砦の建設が5個。そしてこれは山からなんか現れるパターンか。え、何が変わった。どうしたミグラナ様。戦国火山を揺るがしたあの大地震。あ、地震が起こったのね。全身から力が抜けていく。火の山。あ、それで火の山っていう題名なんだ。で、霊峰ガガゼと山に行きたいんですよ、私は。これ最初のミッションだったけど、いまだに終わってないからね。なんか壊せるものとかあんの？なさそうだよね。普通に街を破壊してしまう、このままでは。え、このまま行ってくれるか。あ、行ったっぽくね。ようやく最初のミッションが終わりを告げる。
素晴らしい修行の場、霊峰ガガゼト山。ミグラナに経験の書が大して入らないな。あと明日はここだけ。発展を見守りますか。服を作ることを覚えました。神の捧げ物とします。羊ね。これゲットしてどうすんの。資材200個。崩れ落ちた祠、かつてこの地に暮らした民が彼らにとっての神々を祀ったもの。修繕を行うつもりです。地上は一度神を失った。人間たちが祠の修繕を進める。別にいいでしょう。また魔物が出た。体の調子は戻ったんですか。地震以降本調子ではない。聞かせたい話がある。描写の彼がまた不思議なイメージを見た。今は魔物のことが先。ちょっと待って、襲撃はもうちょっと待とう。ここら辺やってからにしよう。とりあえず200個は溜まったので資材を授けましょう。古き祠の修繕。紋章、ミグラの衣装についているのと似ている。てか土地が狭いからなかなかアイテムとか手に入んねんだけど。密室の罪やろう。もうこれは3レベル。これ6個入るね。経験の書が。だから戦闘不能になってもダメか。弓の砦を作ったからね。普通の砦ばっか作ってたけど、サクサクサク、柵が少ない。とりあえずここに柵置いとこう。 OK。 このドクロは物理の防御壁だっけ、あれ魔法の防御壁だっけ。てんな多分。で風に弱いっちゃ風に弱いけど、もうちょっとなんかこう集まってきてからがいいな。ミグラナ行け。なるべく。あとこいつらか厄介なのは。こっちに風を使うか。破壊された何かが。ちょっと待って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 、工場の完全破壊ってマジでそんなすぐ破壊されちゃうでしょ。むしろ工場ここに置いとこう。ミグラナ待機させとこう。交渉全部破壊して挑めばよくない。ここの敵は弓でなんとかなりそうだな。ちょっとリンゴとか取っとこう。あ、柵を作んないと。あ、ちょっと待って、拡大してったよ。こう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 
こ、あとここ、あもうねえや、ちょ待って待って待って、動いてない動いてない、いけじゃなくて風がいいんだっけ、はい集まれ、ちょっとリンゴ回復させる、こいつがマジさ早いな、でなんか撃っちゃおう、風だけか、ちょっと風だけだときついよな、移動速度低下、いや雷しかないな、いやとりあえずこれでなんとか、ミグラちゃんなんとかしてくれ、攻撃できないのあいつ、全然攻撃してくんないんだけど、ちょ英雄召喚、ちょ待って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 、工場何これ、無理なんだけど工場などいらぬ、全部破壊してきた工場は、なるべく早めにダニエラを召喚しよう、工場がなければどうということはないだろう、来た来た来た、こいつら射程に入った、これ工場じゃないよね、げっ、ちょ待って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 、速攻でこいつら工場作りやがったな、とはいえここはもう魔法でなんとかするしかないよマジで、よしここで英雄召喚、ダニエラちゃん頼むマジで、いけ、絶対聞いてない、ちょっと待って、アロンドとかの方が良かったかな、雷もまあ打とう、しょうがない、あの威力低めだけど手数で押す、よし回復、ここは正念場で、アロンドここに置くか、でマジでこいつらだからさ、風ももう使えない、太陽で雷もいける、でマジパックが破壊された、もうなんだマジでこれ完全に破壊しとこ、ギャー工場が1個ないと無理だ、ここに工場作んなくていいんだけど、畑作ってやっぱ工場作り出したな、ここの砦を動かすか、これをいやこっちとかになんかどっかできねえかな、弓だな、この弓兵を、弓兵をここに置いとこう、これでなんとか耐えしのいでもらおう、ここはもう魔法でいくか、じゃあ今度こそ万全だ、苦戦させやがる、ダニエラ上に置くか、違うアロンゾもうここに置こう、アロンゾだったら銃だから届くっしょ、メーター貯めて召喚もしておきたいけど、ミグララちゃんは右から来るやつを対処してもらえば大丈夫でしょう、い
君行け。いいねいいねいいね。これなんか大丈夫そうだな。アロンドとか必要ねえか。いや全然いける。適材適所というわけで、これじゃなくて消えよ。よしよしよし、完璧な布陣だ。これはなんとかなってんな。で召喚できんな。ここはじゃあアロンドリックか。頼む。で一回ちょっと打っておくか。いやーいいね、今回はマジで効率がいい。回復、正念場早い。苦戦した分 0.2 一回打っとこう。何もうめっちゃ狙ってきてやがる。一回足止め。あ、召喚できるか。ダニエラで行こう。頼む。向こうの取り手がちょっとやられそうだな。アースクイーン、そこはもうちょっと待って待って、狙われてる。大丈夫か。一回雷を打ちたいな。ほら、ちょっと待って待って待って、マジでやばい。またやられてこれ。ちょもう魔法が使えない。ちょまた落ちるぞこれ。ユミユミダニエラー、よし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 、回復回復。右の砦は落ちたけど、よしここはもう大丈夫でしょう。ダニエラちゃんを移動させよう。はい、右はもう大丈夫だな。あと上、いいね。危なかった。ただ工場がめちゃくちゃ減ったからな。彼が見たのは地下深くに捕らえられたあなたの姿。囚われのあなたから魔力を吸い取って自分たちの力にしている。なるほど。その光景が真実なら、魔物が異様に力をつけ人々を脅かすこの地の様子も、あの者の命を奪わんとする怪我すら魔力が原因ではないか。なるほど、そういうことね。なんか人口が増えねえんだけど、これどうすりゃいいの。280人まで増やさなきゃいけないけど、これ以上作ってくんないんだよね。風車とか破壊してもな、なんか街を作ってくれるわけではないかな。まあいっか、とりあえず天井へ行ってちょっと人口を増やす方法を確認して、次回やっていきたいと思いますので、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。ちょっと最後ユニットのステータス、ミラーグナちゃん防御力はないね。防御力みんな少ねえな。攻撃力が普通。凍結耐性なんてあんの。攻撃速度が速い。範囲は狭い。なるほど、こんな感じか。